はい、どうもこんにちは、ボネルンチャンネルのボネルンです。はい、今日はですね、阪神対巨人、2対1で負けました。悔しいということでね、基本ね、僕あまりね負けた試合はね動画上げないんですけど、今日はね上げたいと思います。はい、今日はとてもいいゲームでしたね。はい、まあ両チームね接戦だったんですが、はい、結局ね阪神、まあ北条とかね糸井がね代打で出場してたんですけど、いいところで打てない、うん、これがやっぱりね今のタイガースの欠点ですね。本当にねみんな打つからもう言うことない。まあ守備も本当にね、そうそう、守備も本当に、僕がね撮ってやっていうね動画撮ってからね全然エラーしているの見たことないし、うん、まあ守備も、去年とかに比べたら、だいぶねマシになってきてると思うんですが、やっぱり大事な時にまあ打つ選手、まあいわゆる代打の神様的な人がねもっとタイガースにはいてほしいなと、そういうものを感じるゲームでした。まずね、今日の、ハイライト、言うと2回に、松原選手から、ツーランホームランを、打たれてしまい、今日は終わったかなと思ったんですが、佐藤輝明選手が、ライト、かな、レフトか、レフトへ、ホームラン、ソロホームランか、18号ソロということでね、やばいね本当にマジで、うん、もう今年はね、まあ、30号はね、余裕でいくかなと予想してます。はい。で、まあ、その後はなかなかこうね、接戦で、中継ぎ陣はね、結構頑張ってたんですが、なかなか阪神のその打線がね、まあ、チャンス作るも繋がらずというところでね、北条選手であったりとか、糸井選手が、まあ、代打で出場するも、三振してしまうということで、まあ、まあこんなゲームもあっていいんじゃないかなと思いますわ。本当に最近強すぎて怖いところもあるので、はい。まあまだまだ7ゲーム差あるんでね、読売と。まあまあ今年はね、まあ優勝しちゃうんじゃないですか。はい。ということでね、まあ本当にね、よく頑張ってるんでね、選手の皆さん。また頑張ってほしいですね。まあ夏もね、結構ね、阪神タイガースね、調子、まあ勢いね、落としやすいんですけど、暑さに負けず、頑張ってほしいなと思います。はい。ということでね、まあ、そんな感じかな、今日は。まあ、2対1で負けたんですけど、まあ、秋山投手も好投してたし、まあ、お相手さんのね、高橋投手も好投してて、まあ、結果的には負けてるんですが、内容は良かったんじゃないかなと思います。はい。まあね、原監督、まあ、さすがだなと思いました。フルカウントだったっけな、忘れたんですけど、その時にね、ピッチャーを変えるという、やっぱりね、原監督はね、ここ使いますよね。はい。ということで、今回この辺で終わります。もしよければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。